香川県の国際交流協会の招きで今日フィリピンの青年たちが香川にやってきました。取材したのは現在 KSB で研修中の高校教諭石川美希子さんです。こちらではフィリピンから来られた方が美味しそうにうどんを食べています。よく見ると一本一本太さが違います。それもそのはず、実はこのうどんフィリピンの青年たちが生まれて初めて作ったうどんです。香川を訪れたのは22人です。うどんの生地を綿棒で伸ばして折りたたみ包丁で切っていきます。これが完成したうどん玉です。麺の太さにそれぞれ個性が出ています。順序は逆ですが、この後うどんの生地の足踏みにもチャレンジしましたが、単調な作業も陽気な彼らには全く苦にならなかったようです。とても美味しい。Yes, yes. I'll try it because I have already the instructions how to do the udon. Definitely. For sure. おそらく作りたいと思います。はい。麺棒もあるし。You have this rolling stick as well. Yes, I will bring home some udon back home. フィリピンの青年たちは今月21日まで香川県に滞在し、香川大学を訪問したり一般の家庭にホームステイして交流を深めます。いや、前足で、ね、踏み入ってなんかいいかもしれません ねよく踏めたでしょうどん屋の皆さんもちょっと参考にしてみてはいかがでしょうか。